小本かな子、玉石しおり、佐々木綾香高切れにからなる日本の4人組ガールズユニットである。2014年には、国立競技場でのライブを女性グループとしては初めて行い、2日間で11万人を動員した。ライブの年間動員数においては、過去2度にわたり女性アーティスト1位を記録。 2020年にメジャーデビュー10周年を迎え、少数精鋭でのパフォーマンスや、天真爛漫なキャラクターなどを特徴として、ものの、ふと呼ばれる、独自のファン層を要する。日本オリンピック委員会が企画した、頑張れ。日本。全員団結プロジェクトのスペシャル応援団員として、メンバー全員が、東京オリンピックの聖火ランナーを担当。女優としても活動し、 グループ主演の映画、幕が上がるで、第39回日本アカデミー賞は大賞などを受賞した。愛称は、桃黒。クロ。Z の文字を中に書いて、指を突き出すポーズを常用する。ピュアな女の子が、幸せを運びたいという意味を込め、桃色クローバーとして2008年5月17日に結成。サブリーダーであった早見明かりの脱退を機に、 2011年4月11日に、桃色クローバー Z へ改名した。結成当時は、全員が、中学、高校生であったため、週末ヒロインと称して、土日を中心に活動を開始。メンバーは、所属事務所内から選抜されたものの、本当に有望な人材というわけではなく、努力が必要だと判断され、メディアに取り上げられることが少ないライブアイドルとして、 数人の客を相手に、路上ライブからのスタートを強いられた。その後も、ワゴン車一台で、車中泊をしながら全国各地の山田電機を回り、店先で踊って、CD を手売りするなど数多くの下積みを経てより、グループ結成から、メジャーデビューまでに、約2年を費やした。今でもライブでは、ファンへの感謝を深く長いお辞儀で表すシーンがたびたび、見受けられる。 ライブパフォーマンスひたむきで気力あふれるライブパフォーマンスが特徴すべてのライブにおいて口パクではなく生歌でパフォーマンスを行いステージに向けて歌詞を表示するプロンプターも使用しない自らのスタンスと呼応するように持ち歌は夢や情熱を感じさせる応援ソングが多いメンバーの恋愛を禁止するルールはなく本人たちや運営サイドは クロの活動にはゴールがないとして、グループを続けながら、メンバーが恋愛や結婚、出産することを示唆している。水着など、露出度の高い衣装は着ず、握手会などのいわゆる接触イベントも2012年を最後に実施していない。CD に、イベント参加券などの特典を封入していないことも、あり、シングルの売り上げは最高で10万枚前後に止まる。ものの、 ライブに軸足を置いて活動し、動員数は60万人を超える年もあった。国内最大級の音楽ライブ情報サービス、リブファンズのみんなで選ぶベストパフォーマンスアーティストでは、2016から2018年の3年連続で女性アイドル部門1位を獲得した。2020年には国内最大規模の知名度、人気度調査、タレントパワーランキングにて、 女性音楽グループ部門で2位となった。ロックファンからも評価を受けることがあり、ホテ友康や高見沢俊彦らから楽曲提供を受け、アメリカのロックバンドキッスとのコラボシングルもリリース。綾野浩二う翔やハイド主催のロックフェスに毎年招聘されており、国際的なハードロックフェス、オズフェストへの出演経験もある。まだ色分けはなく、全員。 桃色の衣装でパフォーマンス。ファンは、ほとんどおらず、もの珍しさに見物人が取り囲む2008年の結成後、路上ライブを行っていた代々木公園は、NHK ホールに隣接していたため、紅白歌合戦への出場、という夢を抱くこととなった。メジャーデビュー発表会見では、紅白と共に、日本武道館でのライブ開催を目標として宣言。 同時期に DVD で見た嵐の国立競技場公演にも感銘を受け、デパートの屋上でライブを行った際に、国立競技場をイメージした舞台を設営するなど、より多くの人前で歌を届けることを夢見ていた。そして、長く愛されるグループとして、前述の嵐やスマップ、ザ・ドリフターズのような存在を女性グループとして目指し始める。数年をかけて、 埼玉スーパーアリーナでのライブを実現し、客席数の面からは、武道館の目標に到達。アルバム、バトルロマンスが CD ショップ大賞を受賞し、グループの存在が一般的に知られるようになった。その後、目標の日本武道館でのライブが実現し、悲願であった紅白歌合戦出場も果たす。紅白出場の翌日には、 国立競技場でのライブ開催を正式に次の目標として宣言。さらに、2020年のオリンピック開催地が東京に決まるとメンバー全員が祝福のコメントをブログで発信するとともに開会式で歌いたいという夢を掲げた。国立競技場は回収される運びとなっていたが、工事開始直前の時期にライブ開催の夢は実現。 女性グループでは初の開挙となり2日間で延べ11万人が来場。夢のきっかけとなったグループである嵐からは桜井翔が鑑賞に訪れていた。ライブ中にメンバーらは以前から掲げていた同じ仲間で末長く続けられるグループになりたいという思いを観客に向けじっくりと語った。その際にリーダーの桃田香菜子は夢について以下のように述べている。 私たちは大きな会場でやりたいからやってるわけじゃないんです。会場をゴールにしてたら大きな会場でやったらそれで終わりみたいになっちゃうけど私たちはみんなの笑顔が見たくてそれにくっついてきて大きな会場でやりたいっていう感じでみんなに笑顔を届けることにゴールはないと思うんです。だからみんなに笑顔を届けるために これからも私たちはずっとずっといろんなことをしていきたいなって思います。私たちは天下を取りに来ました。でもそれはアイドル界の天下でもなく芸能界の天下でもありません。みんなに笑顔を届けるという部分で天下を取りたい。そう思います。これからもずっとずっとみんなに嫌なことがあっても私たちを見てずっと笑っててほしいです。 メンバー自らの提案で東日本大震災の被災地である宮城県小永川町と交流を続けたり熊本地震からの復興を支援するチャリティーライブなどを企画被災地へ全員が炊き出しのボランティアとして非公式に訪れていたというエピソードもあるまた地方自治体と共同で町おこしを目指すライブ桃黒春の一大事を毎年開催 2020年には、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、同ライブの歴代開催地や日本赤十字社などに、対して、ファンからの募金とメンバーの寄付金を合わせた計2000万円を、送っている。モモクロロンの著者である、桐原栄宿は、メンバーの表現力について、常に生で歌いながら踊り続けるという負荷がかかる、ことで、練習の再現ではない、一度きりの、 生き生きとしたパフォーマンスが特徴となっているとし、次のように分析している。XJAPAN の YOSHIKI は、自身のインターネット番組で、グループとセッションした際、際各メンバーのボーカルに、オーラがあると述べた上で、上手い人なんていくらでもいると思うんですよ。でも人の心を打てるという人はそんなにいない。それは別に、どういうスタイルであっても、そういうものを持ってるから、すごい。 長い、こうやって10年間もやってきたんじゃないかなと思いますよねと表している。日本音響研究所による歌唱中の音声解析においては、メンバーごとに歌い方の特徴が大きく異なり、それらが合わさった時に1、F 揺らぎと呼ばれる、人に快適感やヒーリング効果を与える、音声波形が認められた。メンバーのキャラクターに関して、 脳科学者の中野信子は、各々がカラーを持ちグループ内での役割が明確に異なることが特徴であるとし、それぞれの個性はぶつかることなく、すべての人が主役になり、成長できる場面が用意されている。それゆえ、お互いの個性ややり方、考え方を尊重するチームが出来上がっていると分析している。フォーメーションにおいて、センターは固定されておらず、曲によって、 メインとなるメンバーが入れ替わる。大規模なライブや音楽フェスでは、ダウンタウンママクロバンドと名付けた、バックバンドをメンバー14人が従え、生演奏、生歌での進行となる。以下は、複数回出演したことのあるバンドメンバーである。桃色クローバーから、桃色クローバー Z に改名した2011年、頃から、アイドルに、 興味のなかった層をファンとして取り込んできたと評価されている。2019年に LINE が実施した一番好きなアイドルグループはというアンケートで調査対象の最上位世代となる60代においては男女共に1位が桃色クローバー Z となりグループにおける60代ファンの割合は18.9%であった。特定のファン層を対象としたイベントを行っており 女性ファン限定ライブが日本武道館や大阪城ホールにて1万人規模で開催されたこともある。2015年に開催された親子連れ限定ライブには下は0歳から上は86歳まで幅広い年齢層の客が来場した。ライブ会場には親子連れ専用のファミリー席や授乳所、宅地スペースが設けられ高齢者やビギナーが座って鑑賞するための 着席指定席も導入されている。モモクロファンは、ものの、ふと呼ばれる。これは、2010年代前半のアイドル戦国時代と言われる、状況下で発生した呼び名であり、メンバーやスタッフも使っている。メンバー間の競争よりも、連帯を重視したグループということもあり、ファンは特定の推し面を応援する際に、箱推しを前提とするのが特徴であると。 桃黒の美学著者である安西新一が分析している。経済産業省情報分析官の坂井誠梁は彼女らのファンであると公言しているので、多少主観的な表現が多いことはご了解くださいと前置きして多くのファンにとってメンバーは疑似恋愛の代償というよりもキャラ性と人間性の魅力に浸り語り合える対象になっているという見解を示している。 数万人規模でのライブ開催時に、ファンによる会場周辺へのゴミの投棄がほとんどなかったことから、開催地の自治体が感謝のコメントを公式サイトに掲載したことがある。芸能界やスポーツ界にもファンが見受けられ、アイドル好きとして知られる、田中正宏は、妻の里田舞と共に、ライブへ足を運んだこともある。プロ野球界には、その他にも、佐藤輝明、石川修太、 岸淳一郎らファンを公言する選手が数多く在籍している。メンバーがプロレス、格闘技を意識したパフォーマンスをすることがあり、その方面からの支持も厚い。学術会では安西真一や聖家竜介らがファンを表明し、グループを評論した本を執筆し話題となった。片山正通りも同じくファンを公言し、メンバー5人を大学に招いて、 クリエイティブディレクターの立場から特別講義を行ったことがある。2016年まで文部科学大臣を務めた長谷博志もファンを表明。長谷の地元である石川県でライブが行われた際は慈悲でチケットを購入し見に行ったというエピソードがある。ファンがメンバーグループをモチーフにしたイラストや雑貨などのグッズを創作することが非常に盛んである。 これらの作品を多量に制作しツイッターなどで告知の上、ライブ会場内外にて配布するファンも多く、運営サイドに著作権上の迷惑がかからないよう無料で行われている。これに対して漫画家のところ13はかなり珍しい文化だそうですと、2016年の時点で発信している。2007年10月に事務所としては、 初となる本格的なアイドルグループを作るプロジェクトが、始動芸能3部の中から、いくらまなみ、高い月な、高切れに、弓川かわめな、和川美優の5人が選ばれた。2008年メンバーが変更され、3月の時点で、いくらまなみ、高い月な、高切れに、玉石織しおり、桃田かなこ、和川美優の6人となった。 その後、桃田かな子の母の案が採用され、グループ名を桃色クローバーに決定。5月17日、川崎やゼリアで開催された、スターダスト芸能三部オーディションの中で初お披露目となり、メンバー作詞のあの空へ向かってを歌唱。この日が公式の結成日となる。7月から10月にかけて、代々木公園の路上で、その後は、 飯田橋駅ビルの一角でライブを行う。当初はリーダーを高木が務めていたが、秋頃に桃太へ交代。高木が物事を真面目に考えすぎて余裕がなくなってしまう状態だったため、一歩引いた立場の方が本人の色を出せると運営サイドが判断したことが理由である。この年に、柏みゆな、佐々木彩香、早見あかり、藤代すみれが途中加入し、いくら、 高井、藤代、我が我がグループを去るなどメンバーの入れ替わりが激しかった。2009年インディーズデビューシングル、桃色パンチを発売するにあたって、山田電機の店先を借りる形で、初の全国ツアーを開催。グループとして、和のコンセプトを掲げ、和服、浴衣といった衣装や、楽曲のアレンジに、和楽器が取り入れられていた。インディーズセカンドシングル、 未来へ進め。からは、以下の6人で、メンバーが固まり、客が名前を覚えていなくても識別しやすいようにと、イメージカラーが設定された。秋葉原にて開催した5日間の公演も、最終日には172席の会場が埋まった。2010年ユニバーサルミュージックから、メジャーデビューシングル、行くぜ。回答少女を発売。NHK、ミュージックジャパンに出演した。 ユニバーサルミュージックは業界の慣例として3ヶ月に1枚シングルをリリース、売り上げを最優先といった方針であったが、事務所側はこれに反発。音楽的な面白さを追求するため、このシングルだけで契約を終了し、自由に楽曲を作りやすい環境にあったキングレコードへと移籍した。当時としては奇抜な演出で注目を集め始める以降、 同社の宮本淳之介が楽曲制作の指揮を取ることになる。セカンドシングルピンキー・ジョーンズを皮切りにオルタナティブ・ミュージックやプログレッシブ・ロックの要素を取り入れた楽曲が増えていった。東京アイドルフェスティバルやアイドルユニット・サマー・フェスティバル2010などのアイドルフェスに出演することでファンの規模を拡大させた。年末には初のホールコンサート。 桃色クリスマスイン日本青年館脱皮、脱皮を開催。ここから、数々のバラエティ番組や格闘技イベントを手掛けてきた、佐々木敦則によるライブ演出が始まり、プロレスで試合前に流される、いわゆる煽り、部位を模したオープニング映像などを導入。当日は1200席が満席となり、その光景を見たメンバーは次々に涙を流した。 2011年サブリーダーの早見明が4月でグループを脱退することを発表。理由は、ももクロでの自身の存在意義やアイドルとしての適性について悩み続けた末、もともと目指していた女優の道に進もうと決意したためであった。メンバーの精神的な支えでもあり、ライブでは MC を任されるなど欠かせない存在であったが、本人の意思は固く。 4.10中野サンプラザ大会もも黒春の一大事にてグループを脱退した。春の一大事の終演直後、スクリーンに突然このロゴを映し出す形で、解明をサプライズ発表新規一点、グループ名を桃色クローバーから桃色クローバー Z へと解明。Z の文字を宙に書いて指を突き出すポーズは、マジンガー Z テーマソングの歌い手で知られる。 水木一郎から直伝されたものである。その際に水木は、Z の意味として、アルファベットの最後の文字なので、究極や無限を表し、A に戻ることができるため、初心に変える意味もあると本人たちに説明をした。MC 不在の状況を大破すべく、翌日からの一週間は、桃色クローバー Z 試練の七番勝負と題して、各界の著名人とのトークライブを毎日開催。 ライブにおいては、ゼップ東京で2時間公演を1日3回行い、計64曲をパフォーマンスするなど、気力、体力の限界に挑戦する企画も行っていた。夏にファーストアルバム、バトルロマンスをリリース。東京タワー下で行われた、発売記念のフリーライブでは、オレンジノートの歌唱中に曲が止まってしまったものの、ファンの手拍子と大合唱をバックに、 アカペラで最後まで歌い切った。当時のアイドルとしては珍しく、ロックフェスに出演したり、騎士団などとの対ンを行ったり、いわゆる多流試合を重視していた。全日本プロレスに、武藤刑事の弟子として登場したり、アニメーロサマーライブや、ラウドパークなど、アイドルファンの少ないイベントにも、積極的に参加したことで、従来のアイドルとは異なる、ファン層を獲得。 モノノフという故障が定着し始めた。初の男性客、女性客限定ライブ、桃黒秋の二王祭り、男祭り 2011, 女祭り2011も実施。桃色クリスマス2011を埼玉スーパーアリーナで開催するまでになった。2012年全国のショップ店員による投票で、この作品を心から売りたい。 お客様に絶対聴いてもらいたい作品を選ぶ第4回 CD ショップ大賞においてファーストアルバムバトルロマンスが大賞に選ばれた5人体制の象徴となった楽曲 Z 伝説終わりなき革命テレビ出演が増え4月からは日本放送でレギュラーラジオ番組モモクロークラブキスハグが放送開始となった新たな挑戦は続き 桃黒春の一大事2012、横浜アリーナまさかの2デーズでは、両日で全く異なる、ステージ演出を行ったり、独占。桃の60分といった変わり種のライブもシリーズ化。初のキッズ向けライブ、桃黒の子供祭りだよ。全員集合や、初のドーム公演、桃黒夏のバカ騒ぎサマーダイブ2012、西武ドーム大会を開催し、 公式ファンクラブも発足した。夏に、坂崎孝之介が主催するイベントにて、アコースティック楽器とのセッションに挑戦した際、メンバーは大きく、音を外すなどして、歌いこなすことができなかった。翌日のブログで、謝罪の言葉を述べるメンバーもいるほどであったため、後日リベンジの場として、グループ初のアコースティックライブ、桃色夜話を開催。 メンバーは周到な準備を重ねた上で、フォークソングを中心に歌い切り、成長を見せた。秋に、デビュー時から目標としていた日本武道館での公演を、実現。桃黒秋の二王祭り、男祭り2012、ダイナミズムマイナス、女祭り2012、ガールズイマジネーションマイナスとして各1万人を、動員。ホテ智とが、楽曲提供した、さらば。 愛しき悲しみたちよも話題となりミュージックステーションに初出演した。年末に結成以来の悲願であった NHK 紅白歌合戦に初出場。2年前に発売された行くぜ。回答少女をこの日初めてゴールデンタイムで歌えることとなり、さらば愛しき悲しみたちよを含むメドレーで披露した。2013年大きな夢を叶えた。 直後の元日、メンバーは国立競技場を訪れ、同所でライブを行うことを次の目標として宣言した。この年には、挑戦的なライブが数多く行われる。セカンドアルバム、5TH Dimension を発売すると、メンバーが覆面の状態で、トークもなしという趣旨のもと、5TH Dimension ツアーを開催。仏教の輪廻転生の世界観を描いた、ゴーン。 ツアーも行った。桃黒クロ春の一大事2013西部ドーム大会からは、竹部里氏の率いるダウンタウンモももクロバンドを導入し、これ以降の大規模公演では、基本的に生演奏でライブが進行するようになった。国際的なロックフェス、アスフェストジャパンへの出演も決定。しかし、一部のヘビメタルファンから桃黒クロの出演に関して、主催者への批判が殺到した。 当日、メンバーはあえてアイドルンとした衣装を身にまとって、ステージに登場。リーダーの桃田かな子が、見てから決めろ。今、目の前にいる私たちがアイドルだ。今、目の前にいる私たちが週末ヒロイン、桃色クローバー Z だ。と、叫びライブをスタートさせ、結果として心配されていた混乱も起こらなかった。夏には、単独の女性アーティストとしては、 初となる、横浜国際総合競技場でのライブを開催し、6万人を動員。冠無理番組、ももくろちゃんの地上波放送がスタートするなど、人気が拡大した。この年からグループと宮城県小永川町の交流がスタート。東日本大震災後に設立された、臨時災害放送局、小永川災害 FM で、同世代の女子高校生がパーソナリティとして、 活動していることを、高木れにが知り、行ってみたいと提案したのがきっかけ。5月15日に初訪問し、番組に出演後、小長和小学校を訪問し、サプライズライブも開催。その後も、継続的に道庁を訪問することになる。迎えた年末、桃色クリスマス2013にて、夢の国立競技場ライブが翌春に実現することが、 発表され、メンバーはステージで泣き崩れた。2014年、桃黒春の一大事2014国立競技場大会を開催。同所でのライブは、女性グループ初の開挙となり、2日間で11万人を動員した。掲げていた最大の目標を達成し、その後の展開に注目が集まる中、メンバーは2日目の最後に思いを語った。その後、所属する。 キングレコード内で、スター・チャイルドから、新設レーベルエビルラインレコーズへ移籍。中島みゆきが手掛けた、泣いてもいいんだよのリリースや、CS での新番組、坂崎孝之助の桃色フォーク村ネクストのスタートなど、新基軸を打ち出した。この年は、日本一の夏祭りを作るをテーマに掲げた、ライブ、桃新祭を初開催。エンターテインメントの入場管理で世界初となる、 顔認証システムを導入した。また、レディー・ガガの日本公演にオープニングアクトとして出演したり、警視庁の交番制度創立140周年記念式典では、警視総監らの前でパフォーマンスを行った。翌年公開の青春に映画、幕が上がるの主役にメンバー5人が抜擢され、撮影に先立って、原作者で劇作家の平田織座による、 演劇ワークショップを約25時間にわたって受講。撮影は1年前からスケジュールが確保され、2ヶ月間をほぼ撮影に当てることができた。この経験を生かして、年末にミュージカル仕立てのライブにも挑戦している。紅白歌合戦の本番前日に、有安強化がインフルエンザを発症、一人出場自体となってしまった。最年長の高切れには、ブログで、 全員参加でアリアスを笑顔にすると表明。アリアスの着るはずであった緑の衣装を切り分けた普遍が出場する4人のメンバーの衣装に縫い付けられた。2015年アメリカで開催されたアニメエキスポでもキッスのメンバーと共演米国ハードロックバンドキッスとのコラボ作品夢の浮世に咲いてみなを発売しキッスの日本公演にも出演。その後、ロサンゼルスで 単独ライブを行い4351人を動員した。春先に5人が主役を演じた青春映画幕が上がるを公開。主題歌の青春譜がヒットしゴールドディスク認定となった。舞台化もされるとメンバーにとって初の挑戦であり表現に苦戦する場面もあったが1ヶ月27回公演を乗り切った。メディア出演の幅が広がり以前から 信仰の深かった、昭福亭鶴瓶との共演で、テレビ新番組、桃色鶴瓶を次の方道像が、初の FM レギュラー番組として、桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバーが、それぞれスタートした。メンバー個人の活動も目立ち始め、高木レニが、グループ初のソロコンサートを開催。佐々木彩花は演出担当として、 グループ初の親子連れ限定ライブや、月一でのライブハウス公演、月間、高橋を手掛けた。秋に開催した、男祭り2015インダザイフでは、メンバーが、ダザイフ天満宮本殿前の特設ステージで、歌唱奉納も行った。しかしこの公演の実施にあたり、思わぬトラブルが起こる。グループは2011年から、女性客限定ライブと、 男性客限定ライブを交互に開催しているが、今回の男祭り2015に対して観客が男性限定というのはおかしいと地元の市民団体から、太宰府市に苦情の申し立てがあった。これを受け、太宰府市長が実行委員会に対し性別を限定しないよう要請するなど波紋が広がり、NHK の全国ニュースなどでも取り上げられた。 実行委員会はこの件に関して今回は男性限定という形になったが桃黒クロとは複数年にわたり違う試みを企画していると一部の取材に対して述べライブは予定通り男性客限定で開催されたその後グループが結成以来目標にし続け3年連続出場していた NHK 紅白歌合戦に落選となったスポーツ日本は 今年の桃黒クロが活躍や指示を書いたとは言い難い、ファンには納得のいかない落選になりそうだと報じた。グループは公式サイトでファンに向けて私たちは私たちのやり方で皆さんと一緒に私たちの道を歩き続けます。ど真ん中しか歩きませんと宣言した。女子 SPA の紅白に出て欲しかった歌手アンケートでは2位となった。 逆境に立たされたものの、新たな試みは続いた。軽井沢スノーパークのゲレンデで、氷点下にもなる状況で3日にわたって、ライブを開催。大晦日に6時間近くに及ぶカウントダウンライブ、第1回桃色カウントダウンから行く桃来る桃から、笑顔ある未来を行い、歌、お笑いトークショーなどを詰め込んだ、複合型エンターテインメントショーを構築した。年末から年始にかけ、 グループ主演映画、幕が上がるが評価される機会も増え、第39回日本アカデミー賞、話題賞俳優部門、第70回毎日映画コンクールスタイ映画ファン賞、第40回放置映画賞特別賞などを受賞した。2016年年明けにサードアルバム、アマランサスと、フォースアルバム、発金の夜明けを同時発売。 オリジナルフルアルバムの2作同時リリースという試みで、あり、生年とファンタジーをテーマに、計20曲もの新曲が含まれた。各アルバムの世界観を再現するため、グループ初となる全国ドームツアー、ドームトレック2016も開催し、延べ25万2078人を動員した。また、同年に発生した熊本地震からの復興を支援するチャリティーライブを、 メンバーの発案で実施。被災地となったマシキ町にメンバー全員が滝き出しのボランティアとしてお忍びで訪れたというエピソードもある。この活動が目立つようになり、アリアス・と佐々木彩香が地震初となるソロライブを横浜アリーナで行い、それぞれ1万人以上を動員。秋に初の海外ツアー、アメリカオーダンウルトラライブを開催。 佐々木彩香が演出を務め、日本の四季をテーマに、和太鼓や日本舞踊を織り交ぜたものとなった。現地のファンも数多く来場しており、日本語はわからないようだが涙を流す人もいたと、現地でライブを見ていたファンがレポートを残している。NHK 連続テレビ小説、別品さんのヒロインオーディションを、メンバー全員が受け、主演の座は逃したものの、リーダーの桃田香菜子が、 メインキャストとして出演。高切れにはラジオでの冠番組、高切れにの週末もも黒パンチ、をスタートさせ、玉井しおりは、スカパー、音楽祭など、複数のイベントで MC を務めた。このため、5人がなかなか揃わないという問題が生じることとなった。そのため、一部のメンバーだけでも成立する企画として、 トークイベント、ロケハンモモクロ大いに語るを定期的に開催。一方で主要なライブはタイトなスケジュールの中でも例年通り行ったため、年間の動員数は63.6万人で女性アーティスト1位となった。それまでの集大成として結成から7年間の成長を描いたドキュメンタリー作品、初めてのモモクロから完全版や、 歴代のすべてのミュージックビデオを収録した、桃色クローバー Z ミュージックビデオクリップス、ウィンターベストアルバム、MCZ ウィンターソングコレクションをリリースした。一方で、パフォーマンスに課題を残すシーンもあった。所属事務所の女性グループ8組が1対1で1曲ずつ、パフォーマンスを行い、観客の声援の大きさで勝敗を決めるイベントにて、 後輩グループのチーム社地ホコに敗北を喫した。リーグ戦形式であったため最終的に桃黒クロの優勝となったが、桃田かな子は、これからもみんなにいい背中を見せていけるように、しっかりと歩いていけたらと思いますと気を引き締めた。2017年、日経エンタテインメントが発表する国内最大規模の人気度調査、タレントパワーランキングで、 桃色クローバー Z は5年連続で女性アイドルグループのトップとなった。正月3月日のタレント別出演 CM 本数でも桃色クローバー Z が1位となった。ファン層の拡大とともにキッズ向けユニット桃黒ちゃん Z 名義での活動を開始。チークバラエティ番組グーチョキパーティーをスタートし、キッズ向けアルバムも2枚リリース。NHK みんなの歌に登場したり、八景島シーパラダイスや日本科学未来館でのキズ向け企画とのコラボを実施したりと活動の幅を広げた。参加者の年齢を限定するイベントとして子供祭りに加え、初となる学生祭り、オーバー40祭りも行った。ライブ開催に伴い、期間限定で桃色クローバー Z 駅となった東武登場線。 富士見の駅春に、有ア安ア教科の出身地である、埼玉県富士見市からの要請で、桃黒春の一大事2017院、富士見市笑顔の力つなげる思いを開催。この年から、地方公共団体からのオファーを受け付けて、会場を選定し、地域を巻き込む形で笑顔をつなげるというイベントとなった。本年の、春の一大事の主役となった、有安教科は、 メンバー初となるソロアルバムをリリースし、東名阪ツアーや日本武道館でのライブも実現。夏に音楽とスポーツの融合をテーマとしたシングルブラストをリリースすると、直後のスタジアムライブもそれに連動。オリンピックを意識した演出で、桃黒夏のバカ騒ぎ2017、5ザカラーロード22020、味の素スタジアム大会として開催した。秋に、 アコースティックライブ、MTV アンプラグドに、日本人の女性アイドルグループとして、初めての出演を果たす。3年連続となった年越しイベント、ゆくももくるももでは、第1回ももいろ、歌合戦を開催。ももクロ軍とゲストの田中雅宏軍の対戦形式で、大国巻、加山雄三、騎士団、水前寺清子、小林幸子、 佐田マサシ計16組が出場した。なお、この年から2年間かけて47都道府県をめぐる、桃色ロクローバー Z ジャパンツアー、青春がスタートした。前年に、全国各地で開催した、トークイベント、ロケハンの経験も活かし、各地方の特色を踏まえた、トークなどを随所に織り交ぜ、ファンとの距離感が近いツアーを展開した。 2018年1月15日、アリアス・強化が、同月21日のライブを最後にグループを卒業し、芸能界を離れることを突如発表。本人はブログで、子役時代から22年間やってきた世界から一度距離を置いて、普通の女の子の生活を送りたいという思いが強くなり、わがままを受け入れてもらいましたと説明した。一部のネットニュースでは、 他のメンバーとの不仲説も報じられたが、グループに帯同するライターの手記や、専門誌の密着取材において、事実と異なるとされている。卒業後に、発売の雑誌に、アリアスと、各メンバーが1対1で本音を語り合う、対談記事などが掲載され、アリアスは卒業の理由について、以下のように述べている。具体的に卒業を考え始めたのは1年ぐらい、前ですかね。 ちょうど大学卒業のタイミングですよ。中略周りの同級生はみんな大学を卒業するタイミングで就職とか新しいスタートを切るわけですよ。それぞれが勇気を持って新しいスタートに向かう姿を間近で見ていて私ももっと成長したいな、自立したいなって。もちろん勇気はいるんですけど私にとって 新しいスタートを切ることが、桃黒クロからの卒業ってことになっていったんです。明日はどんな仕事が入ってくるかわからない。とにかく、この世界のお仕事っていうのは、予定通りにはいかないじゃないですか私は何をするときにもしっかり準備をするタイプなので、こういう生活を22年間も続けてきて、これをずっと続けていくのはもう限界かなって思いはあります。だから一旦、 この世界とは距離を置いて、ゆっくり過ごしたいなって。ブブカ2018年3月号、P28 これを芸能界引退と報じるメディアも少なくなかったが、本人はインタビューに対して引退っていうよりは、あくまで卒業と述べ、いずれ何らかの表現活動をする可能性に言及した。1月21日、最後となるライブ。 桃色クローバー Z2018 オープニング新しい青空へはインターネットテレビアベマ TV が全編を緊急性中継し同局音楽部門で史上最多視聴数を記録した長年の人間関係を尊重しメンバーの補充は行わなかったグループ初期における早見明かりだったと同様の判断であったが結成10周年を目前に控えて持ち歌は 約120曲にも積み重なっている状況においては、歌い分けやフォーメーションをすべて変更するという、途方もない労力を要することとなった。翌月に迫った、横浜アリーナでのバレンタインイベントは、有安アスたいの公表前に、チケットが完売。1万2人以上が来場することだけは確定している。中、4人のレッスン日程が合わせられるのは、 数日程度しかない状況であったレッスンでは当初、以前と同じ振り付けで立ち位置だけをずらして踊っていたが、見られないものではなかったと思うけど、なんか面白くないんじゃないかなって感じたこともあり、メンバーの総意でゼロベースでの振り直しに挑むことに、もっとレベルアップしたものを見せられるって楽しみが生まれてきたことから、いくつかの曲は原型を止めないほどに一新された。 グループの代表曲の一つである、行くぜ。回答少女では、側転にひねりを加えて着地する、ロンダートなどアクロバットのパターンが増え、歌詞にも変更が生じた。ステージ上でのフォーメーションは、人数限をカバーするため、横方向の移動距離を大きくし、各メンバーは、定位置の反対側にも動く機会を増やした。また、それまで、中央の、例を基準に、1。 3と、整数で刻んでいた立ち位置を0.5、1、1.5と細かく刻むようにして、曲中の動きにバリエーションを持たせられるようにした。歌い分けの変更も伴う中で、メンバーは計15曲をマスターし、バレンタインイベントで披露した。桃田かな子は後日インタビューで、桃黒の曲は、メンバー同士で対話みたいに受け渡していく作りになっているから、 どのパートを歌うかで呼吸も作り直していくことになる。ダンスと同じように、どこで息継ぎをするとか自分の中で出来上がっているリズムを全部変えるから、なんか生活のルーティンが一変するくらいの感覚だったと振り返っている。その後も、全国各地での青春ツアーや春の一大事2018などのライブが待ち受け、3ヶ月で計40曲を刷新し披露。この間に、 新レギュラー番組、無聖樹桃黒アートの学びをデザインするが開始され、日本国外の在住者を対象にした、公式ファンクラブも発足した。4月に、新体制では、初となるシングル、笑い師匠シャオイシャオ、を発売。前年に引き続き地方自治体とのコラボレーションとして、桃黒春の一大事2018イン、東大見市笑顔の力つなげる思いを、 滋賀県にて開催。約3万人のファンが小さな町に集結し、観光や飲食などを通じた波及効果も大きかったことから話題となった。5月に10周年を迎え、初のベストアルバム、桃も10、番茶も出花をリリース。記念ライブとして、桃色クローバー Z10 スアニバーサリーザダイヤモンド、フォーン東京同夢を、グループでは、初となる。 東京ドームにて2日間開催。ファンスタッフを含めた新体制でのプロジェクト名としてチームダイヤモンド4を掲げ2日間を通してバックダンサーを一切起用せず計8万人を超える観客を相手にパフォーマンスを繰り広げた。東京スカイツリーとのコラボ企画空ロ祭りではメンバーカラー4色のライトアップを実施10周年記念のコラボ企画が 数多く実施され、東京スカイツリーの展望デッキや、全国の百貨店では、グループの歩みを振り返る展示会が開催された。8月からは、5ヶ月連続配信でシングルをリリース。新しいコンセプトを伴う夏のライブ、ママクロマニア2018、ロード22020を開催し、東京オリンピックを意識したステージを展開した。また、妹分のグループと共に、 全12組での音楽フェス、夏 S も初開催した。秋に、グループ初となるミュージカル、Do You Are Now Dance? マイハマアンフィシアターにて、連日、約2時間半の公演を2週間にわたり行った。年末に、総勢35名のストリングスとバンドを従えた、ライブ、桃色クリスマス2018ダイヤモンドフィルハーモニー。 ザリアルディールマイナスを開催し、2年連続となる大晦日の桃色歌合戦は、新たに BS 日テレや日本放送でも生放送で中継が行われるまでになった。この年は佐々木彩香と高木レニが前年に続いてソロコンサートを開催。玉井しおりはサーカス集団サムライロックオーケストラのキャストに抜擢され、桃田かな子は NHK。 プラスティックスマイルでドラマ初主演を果たした。グループとしては47都道府県を回る青春ツアーを2年かけて完遂し、北海道胆振リ東部地震の被災地近郊での無料ライブ開催なども行った。2019年春の一大事の19年開催をフラワーアートで歓迎する地元旅館恒例の桃黒春の一大事を本年は富山県で開催。 6億円超の経済効果があったと地元自治体が発表した。さらに、道来ブレキダの開催自治体が、笑顔の力つなげる重い地域連携協定を締結するなど、地方創生の実績を積み重ねた。クローバー伝来の地として知られる、長崎市からは観光アンバサダーに任命され、共同で商品開発を行っている。 チビマルコちゃん30周年アンバサダーにも就任し、オープニング主題歌の踊るポンポコリンはこの年から、桃色クローバー Z による歌唱に切り替わった。新番組として、桃黒と行く。や、松崎茂と桃黒の黒旅も放送開始。結成日の5月17日には、4人体制で初となるオリジナルアルバム、桃色クローバー Z を発売。人生で起こる。 様々な感情の起伏を表現した作品となっており、東京キネマクラブでその世界観を再現する、ショーも様子など、新規軸を示した。夏には、明治時代からの長い歴史を持つ明治座にて、芝居とライブショーの日本立ての構成で、桃黒一座特別公演を開催。冬には、昭和歌謡賞をテーマに、桃色クリスマス2019冬空のミラーボールを、 開催するなど、古き良き時代のエンターテインメントを昇華させる取り組みが目立った。ソロ活動としては、桃田かな子がゴールデンタイムのドラマ、約束のステージ時をかける二人の歌に出演し、玉井しおりは、自らが MC を務める音楽番組、死を講じ、玉井しおり、坂崎孝之助のお台場フォーク村ネクストをスタート。高切れには、 メンバー初となるソロでのテレビ CM 出演を果たし、佐々木彩香は、自らがプロデュースしメンバーも務める、浪江女子初組合の結成や、自らが主催するアイドルフェス、アジャカルナバルの企画など多方面で活躍した。グループとしては、台湾と中国にて、初のアジアツアーを開催。また、野外ロックフェス。 ジャパンジャム、ロックインジャパンフェスティバルなどへの出演に加え、秋には5週連続で、泉谷しげる、騎士団、西川隆則、松崎しげる、南高節がそれぞれ主催する音楽フェスに招聘された。年末のクリスマスライブで、リーダーの桃田かな子は、メイクのスタッフから、今まで、いろんな景色を見させてくれたので後悔はないと言われた。 ことに触れ、以下のように新たな目標を語った。いやいや、ちょっと待ってって、まだまだ見せたい景色があるし、見てほしい景色があるし、一緒に見たい景色があるなって、何かその時思ったりもして、今の12年目から、また見られる景色どんなんだろうな、なんてその時にいろいろ考えたりしながら、最近みんなでね、将来の話とか、なんとなくしたりするんですけど、その時に、 私たちが、やっぱり、どうしても見せたい景色があって、それが、新国立競技場で。2020年は新国立競技場で、オリンピック・パラリンピックがありますし、それがすごく楽しみなんですけど、いつか、私たちもみんなと一緒に、ね、立てたらいいななんて。みんなと一緒にあの場所に立ったら、どんな景色なんだろうなって。それをみんなにもやっぱり見てほしいし、 立ってるところも見てほしいし、みんなで新しいライブを作っていきたいなと思います。いろんなことがあると思いますが、まだまだ続けていけるように一生懸命楽しくできることをやっていきたいと思います。2020年新型コロナウイルス感染症の流行を受け、在宅でも楽しめるコンテンツとして YouTube にて、ブルーレイ DVD 化されているライブ映像をノーカットで 生配信。無料視聴が可能であったが、送金アプリと連携させる試みを実施したところ379万7319円の募金を集め、後日メンバーからの寄付を合わせ500万円を日本赤十字社へ送った。その後も、同様の企画を実施し、東京都解説の、守ろう東京、コロナ対策医療支援寄付金へ500万円を寄付。 グループと縁の深い5つの地方自治体へも計500万円を寄付し、メンバーからの児童保育の現場で役立ててほしいという意向に沿って、保育所、放課後児童クラブへの保険衛生用品を購入する事業などに充てられた。また、医療現場に関する知識を深め、従事者を支援できる方法を模索。日本医師会なら、 いち早く医療現場に気持ちを届けることができるのでは、との助言を受け、同会への寄付を決定した。ただし受付講座がなかったため、新設してもらえる、要請願書を提出した結果、講座開設と500万円の寄付が実現した。なお、3年前に、リーダーの桃田香奈子は、札幌医科大学での学園祭にて、人の命を救えるって、私はできない。 やりたくてもできないことなので、なので逆に、私はそんな命を救う、方々の心を救えるようになりたいと発言していた。地方自治体とのコラボレーションで、毎年実施していた、桃黒春の一大事は、開催見送りとなったが、地域活性化への貢献など前年までの実績が認められ、第12回観光庁長官表彰にて、特別感謝状が新呈された。 6月には、ウェブ会議ツール、ズームを活用した、双方向型の無観客ライブを開催。これに先立ち、医療法、メファ人愛会理事長、委員長監修の下で作成した、独自の無観客ライブ感染対策ガイドラインを、他のアーティストなどにも活用してもらえれば、との趣旨によりウェブで公開した。オンラインライブが行われた。 寿司マリーナ及び隣接する海8月の大型ライブ、桃黒夏のバカ騒ぎ2020も無観客、生配信でのオンラインライブとなった。約1ヶ月前の時点では、埼玉県、メットライフドームに観客を入れる前提で、観客動員ライブ感染対策ガイドラインを公表していたが、情勢を踏まえて、方針転換となった。神奈川県、 湘南のリゾート施設を貸し切り、海をバックにしたロケーションやプール上のステージ、結婚式場などの施設内部を周遊しながら歌唱。クルーザーに乗って会場から歌を届ける場面もあった。11月開催のオンラインライブ、プレイ、では、自分の好きな視点や画面を切り替えられる、マルチアングル機能や、ライブ中に視聴者の投票で歌う曲目が決まる、アンケート機能などを導入し、 ミュージックビデオ風の画面演出をリアルタイムで施す試みもなされた。大晦日には無観客で第4回ももいろ歌合戦を主催した。この年は結成した2008年以来の CD リリースなしとなったが夏に発売した書籍ももクロゲッタマン体操パワー炸裂体幹ダイエット DVD67 分付きが有名人による 原料成功などで話題となり、10万部を売り上げた。前年に引き続き、警視庁交通部交通安全広報大使に着任。日本オリンピック委員会が企画する、頑張れ。日本、全員団結プロジェクトのスペシャル応援団員の一組にも選出された。2021年、田中雅宏へ送った歴代応援歌を収録したアルバム、田中雅宏を、 本人の日本球界復帰と重なるタイミングでリリース。シングル、月食、ジャイノンは25年ぶりのセーラームーン新作映画の主題歌としてタイアップされた。また、9年前に発売した日本映画を景はこの年、動画投稿アプリの TikTok 上で世界的なヒットとなった。同曲は落語をテーマにしたアニメ、女子落語の主題歌で、 エンディング映像内のダンスを真似て踊ることがトレンドとなり、サッカー選手で元アルゼンチン代表のカルロス・テベスも動画投稿したことが話題となった。夏には東京オリンピックの聖火ランナーを静岡県で桃田香奈子が神奈川県で玉石織、佐々木彩香、高木レニが3人一組で担当した。また各メンバーがセルフプロデュースする形で 生誕祭を初めて開催。一方で、桃田香菜子と玉井しおりが新型コロナウイルスへの陽性反応により自宅療養となったり、佐々木彩香が右麻痺性顔面神経麻痺の診断を受け入院したり、グループでの活動が制約される時期もあった。新企画としては、 ザドリフターズとももクロが世代を超えて交流するトークバラエティ番組と銘打ってもうリフの時間をニコニコ生放送にて開始。年末には日本武道館で合同ライブを開催し歌やコントを観客に届けた。すべての収録曲が定額制音楽配信サービスに対応している。 その他のアルバムその他のシングル TV アニメ女子楽、エンディングテーマコンセプトが明確に異なる複数のライブシリーズを展開している。太字は4人体制での公演。メンバーにとっての一大事としてスタートし、2017年からは地方自治体と共同で町おこしを目指すライブにリニューアル2017年のリニューアル以降、開催地となった自治体は、 笑顔の力つなげる重い地域連携協定を締結し、本ライブをきっかけとして、互いの知名度向上、遊客推進、物産振興などの取り組みを進めている。第12回観光庁長官表彰では、特別感謝状が新呈された1年の活動の集大成を示すライブ客層を男性、 女性、親子連れなどに限定したライブ結成10周年までの時系列については、桃黒クロライブヒストリー。を参照警視庁では2016年以降、桃色クローバー Z の夏と冬の大型ライブに、事件、事故の維持を招待するなどグループとのつながりが深い。2019年に交通安全広報大使として任命して、以降は、交通安全情報サイト、 東京セーフティーアクションなどでの情報発信を各メンバーに担わせている。以下はメンバー全員が出演したイベント等である。ありがとうございます。